皆さんおはようございます。本日はお休みのところ、また今日は本当に特別寒い中お越しいただきまして誠にありがとうございます。このような寒い日は、部屋の中で、就職のことについて考えるのが、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん今日一日ゆっくりしていってください。私からは、第1部の前半ということで、日本語教師の就職活動に関して、その採用の、全体的な傾向ですとか、あとはその就職活動の手順のような話をさせていただきたいと思います。で、私自身も、10年ぐらい前にですね、日本語教師を目指して、就職活動をしてました。で、その後韓国のある機関で採用が決まって、そこで教えてたんですけれども、就職活動を通して、今思い出してみると、日本語教師に関する就職活動に限らず、就職活動というのは割と自分と向き合うプロセスなんだろうなと思います。ですので、いろいろな情報収集をしながらも、皆さんは自分とまた向き合う、自分を見つめ直すという時間を、きっと、自然と持つことになるんじゃないかなと思ってます。それで、そうしましたら、まず簡単にですね、現状の、日本語教育の概況を簡単にちょっと、ご説明したいと思いますが、皆さんもすでにご存知の方多いと思うんですけれども、その学習者数と教師数ですね、そういったところを簡単にお話ししますが、現在、国内の日本語の学習者数というのは、2009年の調査なんですけれども、約、17万人、学習者はいまして、でこれは、ここずっと、増加傾向にあり、過去最高の数字となっていると。で、2009年の、遡って10年前1999年からの数字を見ると、約 1.8 倍に増加しているということになりますね。で、続いて国内の日本語教師数なんですけれども、これは実は最近、減少傾向にあります。で、つまり、国内の学習者というのは数は増えているにもいるんですけれども、日本語教師の数は減ってきている。つまり、皆さん、日本語教師を目指す皆さんにとっては、これから就職の機会が、増えている、就職の可能性が非常に高くなっていると言えるんではないかと思います。で、続きまして、ちょっと海外に目を移してみると、海外の日本語の学習者数というのは、これも2009年の調査があるんですけれども、ここに書いてあるように約365万人で、2006年から比べても、かなり大幅に増加しておりまして、2006年から、22% ぐらい増加している。で、特に学習者の、大体 80% 以上がアジアの地域ですね。東アジアとか、東南アジア、南アジア、そのアジア地域に、集中してます。ということは、もし皆さんが海外で日本語教師として就職を考えた場合というのは、アジア地域で働くことの可能性が高くなってくると言えると思います。で、続きまして、海外の日本語教師数の推移なんですけれども、こちらも、年々増加してきておりまして、2009年の調査ですと、5万人弱と4万9844人と増えてきてます。で、海外においては学習者も教師も増えてきているんですが、その増加率というか伸び率に関しては、教師の伸び率は、学習者の伸び率に追いついていないと。単純に計算すると、例えばその学習者数を、教師の数で割った数字、つまり教師1人当たりがどのぐらいの学習者を担当するか、これ単純に言えないと思うんですけど、単純にそういうふうな計算をしてみた場合ですね、この2006年のは教師1人当たりが学習者67人だったんですけれども、2009年においては、教師1人に対して学習者が73人というふうに開きがどんどん出てきていると。で、特に海外のさまざまな日本語教育現場では、日本人の、日本語教師としてのトレーニングを積んだ、日本人の日本語教師にぜひ来てほしいと。で、つまり裏を返すと、ノンネイティブっていうんですかね、日本人ではない現地の方々が、現地の方で日本語ができる方が教えている、そういった機関が結構多いようです。で、できれば私たちの機関、学校に、日本人の先生にも来てほしい、そういった声が数多く聞かれるようになっています。で、
簡単ではありますけれども、今まで見てきたように、現状国内においても海外においても教師の数は不足していると言えると思います。でただですね、全ての日本語教育機関で、全ての皆様がウェルカムということではないと思うんですね。どんな人でもいいから来てくださいというわけではなくて、それは、日本語教育機関によっては、求める人物像があると思いますし、また日本語教師として、就職を考えている皆さんも、どういったところでどのように日本語教育に携わりたいかという、なんでしょうね、自身のそのお考えもあると思います。ですからこれから皆さんが就職活動を進めていく上では、自分は一体何をしたいのか、今後どうなっていきたいのかというところの、自己分析だったり、ビジョンですね、そういったものを明確にしていくことが必要になってくると思います。では、続きまして、あまり時間もないのでどんどんいきますけれども、ここからは、就職活動の、手順についてですね、5つのステップについて、ご説明していきたいと思います。まあ、これはいろいろな雑誌、まあ、弊社で言えば月刊日本語という雑誌もございますし、他の雑誌なんかでも就職活動のマニュアルのといったものはご紹介されてまして、それが 6段階だったり5段階だったり、まあ、いろいろな切り口はあるんですけれども、大体、まあ、同じようなことは述べていると思います。で今からご説明しますのは、弊社のムックで、こちら日本語教師になろうという2012年度版丸ごと書いて、これが1月に発売されたものです。でこちらの、まあ、紙面の内容と、あとはこれを、制作するにあたり、日本国内の、日本語学校の採用担当者の方74名の方にいろんなアンケート調査をしています。そちらの、情報と、それからあとは下にもありますね、月刊日本語の3月号、また、まあ、私自身がいろいろな方たちに聞いた、取材の内容を織り交ぜてご紹介していきたいと思います。それでは早速ですけれども、まず一番の情報収集ですね。でその日本語学校の採用担当の方に聞いた質問、どんな求人方法を使っていますかというような、アンケート調査をしたんですけれども、基本的には、ウェブサイトに求人情報を掲載しているという回答は多かったです。で、まあ、皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、日本語教師の求人情報が新聞ですとか一般 の、 その就職情報誌に載ることはほとんどありません。ウェブサイトに掲載されることが多いと思います。で特にこ の、 ウェブサイトも、5つ6つぐらい求人情報を提供しているところがあるんですけれども、例えて言えば、日本語オンラインという、ウェブサイトがございます。でこちら、まあ、こちらに URL も掲載してますし、あと日本語オンラインというふうに入力して検索すれば出てくると思います。で他には日本村といったような求人情報の、ウェブサイトがあります。でこちら、まあ、他にもあるんですけれども、こちら の、 そのウェブサイトには国内海外の求人情報が出てますし、また待遇ですとか応募条件なども出ています。でもしまだですね、こういった求人情報のウェブサイトをご覧になったことがないという方いらっしゃいましたら、もう今晩もう帰ったら、家に帰ったらすぐ見てください。明日見ようとかじゃなくて今日見てください。皆さんがなぜこういう求人情報を早めに見るのが重要かというと、皆さんがこれから教師として就職するときに、どんな地域、そもそもまず国内で働くのか海外で働くのかというのもあると思いますし、どのような機関、どのような地域でどのような学習者を相手に、教えていくのか、そういったビジョンを明確にしていかないといけないと思います。ですので日本語教師として働くことを検討された場合は、もうなるべく早い段階からこういった求人情報は目にしておく必要があると思います。で、まず求人情報の、提供元としてはウェブサイトというのがあるんですけど、他には、専門書店の掲示板というのがあります。専門書店というのは日本語教育の書籍を扱う専門書店のことを言ってますが、例えば今日、展示販売なさる凡人社さんですね、凡人社さんの、店内に求人票のようなものが掲示板に貼られていますので、そちらも、まあ、行ってぜひいろいろな情報を手に入れていただければと思います。で他には、採用の方法、求人の方法としては紹介とか人づてですね、それともう一つは、養成講座、日本語教師養成講座をお持ちの日本語学校さんの場合は、その養成講座の修了生を、採用するというケースも多いです。でこの、3つ目4つ目に関しては、要は、書類だけではなかなか見られない人物像を、とか人間性をとか、あとは信頼感というんですかね、
どんな人なんですかっていうのをやはりあのなかなか書類だけではちょっと見られないなというのをあのこういった、知り合いですとか あとは、養成講座の自分のところの養成講座の修了生をその人物像を見ながら、採用につなげていくと、そういうような回答がありました。ですのでまあこういったその3番目4番目の回答を見ていくとまあ人間関係っていうんですかね、人脈っていうのが非常に割とその就職する際の重要なキーワードになってくると思います。で日本語教育の業界というのはそんなに広い世界ではございません。割と狭い世界と言ってもいいと思うんですけれども、どんなきっかけでそれが就職につながるかなかなかわからないんですね。ですので人脈を築くこと、でそれは単純に名刺交換をすればいいという話ではなくて、信頼関係がまあ、紹介名刺交換した先にその後信頼関係が築けるまで の人脈の構築ができるかというところが非常に、それがまた間接的に就職ご自身の就職につながってくることというのがございますので、こういった人間関係というのも大事にしていただきたいしていただければと思います。はい、すいません、ちょっと私今緊張してるんですね。なかなかあまりこういう場で緊張することないんですけど、皆さんの目線が非常に厳しくてなんか間違ってること言ってるのかなと思ってるんですけど大丈夫ですかね。はい、それでは今求人はどんな求人方法をしているかというお話だったんですけれども、次はですね、採用の時期というのは、どういう時期に採用しますかという、アンケートをしたんですけれども、まあ、このグラフを見ていただければ明らかなように4月ですとか10月、つまり4月開校の、クラスに合わせての採用とか10月開校のクラスに合わせての採用というのが多くなる、明らかにこれは多いですね。で大体もう例えば4月採用であればその、1ヶ月2ヶ月前ぐらいから募集が開始されると思います。ですからまさに今の時期ぐらいから4月開校4月に合わせた求人が増えてきてるんだと思います。まあ、10月であれば8月とか7月とかそのぐらいから求人が増え出す時期かと思います。でただですね、今は日本語学校さんには4月開校10月開校というクラスを設けるところが多いんですけれども、例えば7月開校とか1月開校というふうなクラスを設けるところも増えてきてます。でまたですね、欠員が出た場合に求人を出したり、まあ、随時募集してますという学校さんも多いですので、ということはつまりもう年中ですね、もう常に求人情報というのはチェックしておいた方がいいと思います。この時期にどっと出る、まあ確かにそういった意味では、4月採用に向けて1月2月ぐらいに求人が増えたり10月採用に向けて、まあ、夏場に求人が増えたりする傾向はあるかもしれませんが、年中出てます実際に。ですので皆さん先ほどご紹介したウェブサイトなんかも常に定期的にチェックしていただきたいと思います。でそれで、まあ、そういった求人情報を見ていたときにですね、まあ、どういったことを情報を見て、その後どういうことをしなければいけないかということなんですけれども、まずその、まあ、自分が少し興味があるなというような学校さん、機関、そういう日本語教育機関様がありましたら、まずそちらの、いろいろな情報を見ていろいろな分析をしてみてください。例えば規模はどれぐらいですかとか、どういった遠隔が経緯をたどっているんですかとか、あとは教育理念だったり、指導方針でそこの学校に所属する学習者の属性ですね、どういった出身の学習出身地域の学習者が多いのかですとか、あとは当然応募条件ですね、どういった条件を満たさなければ応募できないのかといったところを、明らかにすると。で他にも例えばその学校で使用しているテキストはどんなテキストですかとか、あとは、先生方の数ですね、教師の数はどのぐらいいるのかとか、そういったところもある程度把握しておくといいと思います。でこういったことを調べていくと、冒頭にもちょっとお話ししたかと思うんですが、こういった情報を調べていくと自然とじゃあ自分自身はどういった教師像を描いているのかとか、そういったところに突き当たると思うんですね。でつまり学校分析をするということは、それと同時に自己分析をする必要も出てくると思います。で
まあ、まず自分自身は、日本語教育関連、日本語教育関係でどういう資格を持っているのか、これは応募条件に即結びついてくるものだと思いますし、あとはその日本語教育関係ではないけれども、どんな技能を持っているか、例えばコンピューター関係のスキルですとか、何でしょうね、生け花をやっていたとか、まあ、それ言って技能って言ってるのかな、まあ、そういった何か PR できるような技能はどういうものを持っているかとか、あとは日本語教育観ですね、自分はどういうふうな、方法論で日本語教育を実践していくのかとか、であとはそうですね、将来のビジョンですね、今後どうなっていきたいのか、自分自身はどうなっていきたいのかとか、あとは自分自身の強み弱み、まあ弱みをあまり PR することはないと思うんですけれども、強み弱みを、であとは自分自身の性格、そういったことをもう一度見つめ直す必要があると思います。で、まあこの日本語教師に転職するということに限らず、まあいわゆる転職をするにしても、初めて就職をするにしても、やはりそれは皆さんの人生においてのある一つの何ですかね、ターニングポイントになっているかと思いますので、そこで皆さん自身の棚卸しをすることも一つ重要だと思いますし、そこでやっておいた棚卸しが後々その後の、就職活動のプロセスにもつながってきますので、ぜひ学校の分析をすると同時に自分自身を見つめ直すという作業もやってみていただけたらと思います。はい、他に、ですね、情報収集という点では直接的な求人情報ではないんですけれども、例えばこういったサイト、ウェブ上ホームページなんかもご覧いただきたいんですが、こちらは、日本語教育振興協会の、日本語教育機関案内ですね、こちらに下に URL が出てますのでぜひご覧いただきたいんですが、こちらは日本国内の日本語教育機関を、例えば五十音検索ですとか条件検索、地域別検索などで学校を探すことができると。でそこにまたその各学校の、詳細情報が出てまして、例えば、学習者数ですとか現在の学生数とか、その学生の出身国出身地域などの情報も出てます。ですのでちょっと興味のある日本語学校があったりしたら、こういったところでまた詳細情報を見たり、もしくはこの地域で、日本語学校はないかなという探し方をする場合は地域別検索をしてみたりとか、こういった、ウェブサイトも利用してみてください。であと例えば海外なんですけれども、国際交流基金の日本語教育国別情報というのがございます。でこれは、200カ国地域の日本語教育についての情報を国別に紹介しています。そうですね、例えば、まあ、各国の日本語教育の、現在の実施状況だったり、まあ、その国で主に、行われているシラバスとか採用されているシラバスとかガイドラインなんかが掲載されています。割と詳細に出ていますので、で海外で、働く場合、海外で日本語教師で働く場合はぜひ事前にですね、その国で全体的にどういう日本語教育が実践されているかとか、あとはその国の中で、どういう例えば日本語教師会っていうんですかね、そういう集まりとか研修会っていうのがあるのかを、事前に把握しておいた方がいいと思います。これは私自身の経験なんですけれども、私が韓国で働いた時っていうのはどうしても世界が狭くなってしまうんですね。なかなか情報が入ってこなかったっていうのがありまして、で私も こういうサイトがあることを知らなかったものですから、なかなか他の日本語教師の人たちはどういうふうに教えてるのかとか、どんな教材使ってるのかとか、そういう横のつながりがなかなか気づけなかったというのがあります。海外だと余計なかなかそういう横のつながりを築きにくいですので、事前に、まあ、こういった、情報を使って、全体的な状況を把握しておく、それは後々またいろいろ有効になってくると思いますので、機会がありましたらぜひご覧ください。はい、では続きまして、応募書類の作成というところに行きます。で実際、まあ、ご自身でいろいろな情報を収集して、まあ、この学校にちょっとトライしてみようと思ったときは、まず主に、まあ、提出する主な書類としては、このような、書類を提出することを要求される場合があります。で履歴書と志望理由書というのは大体、まあ、多く提出することになると思うんですが、プラスで、それまでに社会人の経験がある方は職務経歴書ですね。
でそれからもし日本語教師としてのご経験がその時にすでにお持ちでしたら、それまでに使用した教材リストなんかも一緒に提出することがあると思います。それでまたアンケート調査なんですけれども、どんな技能や経験を持った人が望ましいですかというような、質問をしてみました。アンケート調査をしてみました。でその回答としては、このような社会人経験、海外滞在経験、基本的な PC スキルで、外国語能力、外国語学習経験、日本語教師経験といった回答が多く挙げられています。で社会人経験というのは、まあ、おそらく、まあ、その時点までで社会人経験をなさっていたら、まあ、社会性とか組織の中で働くですとか、あとビジネスマナーですとか、そういったものを身につけているだろうという期待がされると思います。また海外滞在経験というのは、まあ、異文化経験をしているということですね。皆さんが、これから接する要は日本語学習者というのは、まあ、日本で、日本語を学んでいる人たちというのはまさに異文化の中に飛び込んできている人たちですし、でもし皆さんが海外に行く場合は皆さん自身が、異文化の中に入っていくということになってきます。でそういった意味では異文化経験をお持ちの方というのも結構評価されるというふうに言えると思います。はい、でそれから、まあ、基本的な PC スキルなんですけれども、やはり今もう教材なんかを作るとき、プリントなんかもちろんワードで作ったりしますし、なんか成績の管理だったりいろいろなものを Excel で使ったりしますので、まあ、基本的なワードだったり Excel のスキルというのは持っておく必要があると思います。で次に外国語能力だとか外国語学習経験なんですけれども、外国語能力、まあ本当にちょっと事務処理で多分英語の能力が必要ですとか、実務的にその外国語の能力が必要ですというふうに、条件として提示される学校様もありますし、その外国語学習経験という意味では自分が外国語を勉強した経験、それはつまり皆さんがこれから、相対する学習者の気持ちを自分が分かっているかという意味ですね。自分自身が学習を外国語学習をした経験があるか、あとはもう、実務能力としての外国語能力を身につけているか、まあ、このどちらかが求められる場合があると思います。であとは日本語教師経験ですね、これも必須というわけではないんですけれども、もし経験がないよりも、まあ、あった方がいいですというふうな回答をされる学校さんも多かったと思います。非常にすごく最重要視されるわけでは、ないと思うんですが、それはこちらのアンケートからも分かると思います。その採用の際に重視することは何ですかというアンケートなんですけれども、一番多いのが、こちらの人間性というところなんですね。でじゃあ日本語教師経験はというふうな、これは重要視しますかというのはそれほど多いわけではないんですね。ですのでこの中にもまだ教えた経験がありませんという方もいらっしゃると思うんですけれども、それはあまり気にはする必要はないといいますか、もちろん経験者のその持っている経験というのは素晴らしいものだと思うんですけれども、未経験の方は未経験のことを引け目に感じることはないと思います。であとは、420時間、まあ、養成講座の終了だったり検定合格というところを、挙げている、期間が多かったですね。はい、で次に行きまして、ちょっと先ほど学歴というところ、ここちょっと割と高い数字が上がっているんですけれども、この学歴についてのアンケートを聞いてみました。必要な学歴はというところなんですけれども、4大卒以上というような回答が多かったです。でこれは私の推測なんですけれども、その学歴偏重とか学歴重視をしているということではなくて、これからですね、学習者の多くは日本でのその大学進学を考えている学習者が多いんですね。でそういった学習者と対するときに、やはり先生自身がその大学、日本の大学でも、まあ、何かな、大学の経験なりそういった何でしょうね、大学について、語れないと、ちょっとなかなか学習者と向き合うのが厳しいというのもあると思います。でまた、海外に行く場合ですね、就労ビザの関係でやっぱり4大卒以上というような要件を求められる場合がほとんどだと思いますので、そういった意味で、4大卒以上というふうな回答が多かったんだと思います。で実際月刊日本語の、月刊日本語3月号のアンケートでも、現職の日本語教師の9割以上が、4大卒以上という学歴を持っているということ回答がありました。
応募書類のまとめに入りますけれども、まずは、学校分析と自己分析っていうのを、情報収集の時ところでも話しましたけれども、まず学校分析をすると、でそれから自己分析をすると、でその2つをぶつけてみて、でそれを、履歴書、志望理由書に落とし込むと。つまりこの求人票を出している学校はどんな人物像を求めているのか、であと自分自身はどういう教室像を描いているのか、将来のビジョンはどうなりたいのかっていうのをぶつけてみて、そこで、まあ、マッチ、それがマッチしないのであればそれは、その学校に行くべきではないと思いますし、マッチするのであればそれをいかに伝えるか、あの履歴書だったり志望理由書でいかにそれがそれを PR していくかっていうのを、こういった分析をしながら、履歴書を、志望理由書で表現していく必要があると思います。はい、で次に面接についてですね、書類審査が終わった後大体のパターンは面接に、面接をすることになると思います。でここで面接の時何を見ていますかというようなアンケートをしてみました。でその回答で、多かったのが、ちょっともうバーッと上げてしまいますね、以下のような回答が多かったです。でまあ、ちょっとこの分類の仕方にはいろいろ問題があると思うんですけれども、要はキーワードとしてこういったことが、こういった点を見ていますというような回答が多かったと思ってください。で例えば人間性、社会性といったところですね、誠実さだったり明るさ、明るいのか、あとは組織で働けるのかとか、あと話し方、言葉の使い方だったり受け答えの仕方、あとはその話す内容が論理的なのかどうか、やはりそれは日本語の先生になるわけですから、こういった言葉遣いというのは専門性ですとかね、まあしっかりした言葉遣い、受け答えができているかということ、ね、あとは、態度、姿勢、まあ、第一印象を結構重要視してますという回答もありましたし、あとは意欲だったりマナー、あとはプロ意識を持ち合わせているか、であとはその日本語教師を目指す理由で、この辺は自己分析がしっかりできているかということだと思いますし、あとは先ほども何回も言いましたけど学校分析がしっかりできているか、であとはビジョンですね、これも何回も今まで言ってきてますけれども、将来の展望だったり、その学校に行ってやってみたいことは何なのかとか、実践したいことは何ですか、あとは向上心を持ち合わせているか、あとは知識ということで日本語教育に関する、まあ、基本的な知識と、あとは一般常識を持っているかというところを見ているというふうな回答が多かったです。ではこういったところを見ているということが分かれば、では面接の時にどういった質問がされるかというのもおのずと分かってくると思うんですね。ですので例えばこれを裏返せば面接の時には、こういった質問が想定されるのではないでしょうかというのでご参考にください。で例えば、まず投稿を希望する理由は何ですかというところですね、まあ、いろいろ日本学校さんもいろいろありますので、なぜいくつかある中で投稿を選んだのですかというところ、これは学校分析、自己分析がしっかりできているか、それができていれば全く問題ないと思います。で次に投稿で実践してみたいことですね。で要は、まあ、これはビジョンだったり、まあ、何をやりたいのかということ、それから日本語教師を目指す理由は、で目指したい教師像はとか、あとはこれはまあ、括弧の中学習項目って書いてますけれども、例えば当場ならたらとかの条件説について教えるときはどうやって教えますかっていうようなものを口頭で答えさせたりとかですね、これは、まあ、基本日本語教育に関する知識を問うてる、見ているっていう質問だと思います。であとは自己紹介してください、自己 PR してくださいというような、質問が出てくると思います。これはもう、まあ、最低限このぐらいの質問に対する回答は用意しておくべきだと思いますし、まあ、これが用意できてないようであれば、何でしょうね、日本語教師として働ける覚悟だったり準備がまだまだ不十分ではないかなと思います。で他にももちろん面接の場ではそれぞれの先生が、採用担当の先生がいろんな観点から質問なさいますけれども、まず自分自身がしっかり分析できていればそれはうまく、伝わると思いますので、その自己分析という点ですね、よくやってみてください。でそれから面接の後模擬授業を課せられる場合も多いと思います。でまたこの時に模擬授業の時に何を見ていますかというような質問アンケートをしてアンケートをしたんですが、
でこちらもバッと上げていきます。まず対応力ですね、予想外の、まあ、学生役実際の学生もしくは学生役の人から予想外の質問を受けた場合の対応ですね。で、その模擬授業をやってる間に学生から先生質問です、でこれは何ですか、こういうことではないんですかと、ちょっと若干意地悪な質問が出る場合もあるらしいんですけれども、その時の対応を見ていると、それは完璧なその場での完璧な回答を求めるのではなくて、どういう対応をするかですね、そういった対応とか臨機応変さというんですかね、対応能力を見ているというふうな、ね、回答でした。であとは次は、表現力、声の大きさだったり話し方、まあ、あと面白さなんていうのもありますし、目を見て話しているかとか、そういった要は人前でプレゼンテーションをしていく時の、能力があるかということになると思います。それから教授技術ですね、実際の板書の仕方とか教具の使い方といった、日本語教育に関する教授技術で、その下に準備と書いてありますけれども、模擬授業の課題についてどれだけ準備 してきているか、まあ教案しっかり作るのもそうなんですけれども、その本人なりの工夫とか、あとオリジナリティがそこに入っているかどうかも見るそうです。で、さまざまな回答の中にある市販されている教師指導マニュアルとか、そういったものを丸写しでそのまま模擬授業でやっているといった、人がいたというような回答があったんですけれども、そういうんじゃなくて、自分自身のオリジナリティが教案の中に入っているかといったことが、ポイントとして挙げられています。で最後に魅力ですね、学習者引きつけられるかというのと、花があるかというような回答を挙げている、方もいらっしゃいました。そして最後内定という運びになるんですけれども、まあ、内定というところまで来たらあとは確認作業に入ってくると思います。で例えば給与の確認ですね、1コマいくらなのかとか、あとは各種手当の確認、例えば交通費は全額支給なのか一部支給なのかですとか、担任手当だったり、進学指導手当といったそういう各種手当が、出るのか出ないのか、でそういった、ことを確認した上で、遅くとも1週間以内に意思表示をしてください。でもし例えばですね、その今回の内定を辞退する場合でも、その場合も丁重に理由を伝えて、辞退すると。で今後もその学校、今回はその学校で働きはしませんけれども、今後もその学校の先生方と別な形でいろいろな形で、お付き合いすることもありますし、その場合の、礼儀も忘れずに、と伝えてください。それから、退職手続き、これ退職手続きというのは今もし、企業で働いていた方は、そちらの企業に退職手続き、まあ、いろいろな書類の提出だったり、そういったものを求められると思いますので、そちらの手続きをすると。で最後に初日の授業の準備をすると。初日の授業の準備というのは非常に時間がかかると思いますので、ある程度前もって余裕を持って、準備に取り組んでください。はい、だいぶちょっと駆け足で説明してしまったんですけれども、最後にですね、私個人 の意見なんですけれども、就職活動をする際のキーワードとして、この3つを挙げさせていただきました。柔軟性とコミュニケーション能力とブレない心というキーワードですね。これはいろいろな、これは私個人の意見なんですけれども、また皆さんもいろんなキーワードテーマをお持ちだと思うんですが、一番上の柔軟性と一番下のブレない心っていうのはちょっと対立する、言葉かなとは思うんですけれども、やはり、今までも申し上げましたように、自分自身はどういう教室を描いているのかとか、将来どうなりたいのか、どういうふうにキャリアアップなりキャリアアップをしていきたいのかっていうのは明確に持っておく必要があります。でそれを持ち続けながら、就職活動をしていっていただきたいんですが、ただやはりそれはそこに固執するわけではなく、いろいろそれをまたいろんな人の話を聞いたりして、見つめ直す、どんどん更新していくっていう質も必要もあると思います。そういった意味での柔軟性ですね、要はバランス感覚だと思います。柔軟性とぶれない心で、今日本語教育現場も本当に多様な学習者、多様な人数がある中で、今までのやり方というのがもうすぐにもう使えなくなる、有効じゃなくなるという場面も出てくると思いますし、そういった場合には今までのやり方を、まあ、残せるところは残しつつもどんどん変えていかなければなりません。そういった意味で柔軟性というのも非常に問われています。
で、あと真ん中のコミュニケーション能力なんですが、日本語教育、まあ日本語教育は、日本語が喋れるようになるというのが目的ではなくて、日本語を使いながらどういった問題解決をしていくのかとか、その学習者がその目標を達成するために、どういった日本語の能力を身につけないかという、要はコミュニケーションの手段としての日本語能力をつけていかなければいけないんですけれども、つまりコミュニケーション能力を学習者にも養成させることのことをしていかなければいけないんですが、それを実践していく教師自身がコミュニケーション能力を持っていない場合も、多々あるようです。そういった、アンケートの回答にもありました。ですので教師自身、同僚の先生方だったり学習者はもちろん、いろいろな方たちとコミュニケーションできる能力、コミュニケーション能力を、身につけておく必要があると思います。そうですね、以上、最後は私からのちょっと個人的な意見だったんですけれども、また皆さんは、どんなキーワード、どんなテーマを持って就職活動されるか、それはまた今日一日をきっかけとして考えていただきたいと思います。ちょっと、時間オーバーしてしまったと思うんですけれども、私からの発表は以上とさせていただきます。続きまして新庄に交代します。本日、まだまだこれからいろいろイベント、がありますが、どうぞぜひ今日は有意義な一日としてください。どうもありがとうございました。